コーヒー入れるぞ。飲むか？いいよ。無理すんなよ。もう大丈夫だって。遠慮すんな。ああ。それよりさっき、服部に声かけられた。あの雑誌記者か？梶平会長が俺らを呼んでるってさ。聞いた噂じゃよ。梶平の会長は、今相当まずい立場だぜ。ん？協例会の小場会長に詰められてんだ。若頭の塩屋が目えぐられたろ。梶平がカムロ町に連れてこなきゃそうはならなかったかもな。カムロ町で若い衆が何人も殺されて、とどめは若頭だ。小場会長も堪忍袋の尾が切れたってとこだろ。梶平のじいさん、俺らもそこに巻き込む気とか。さあな。実際どうかは行ってみりゃわかる。カイトさんも行ってくれんの？ああ、毎晩黒岩に張り付いてんのに何も進んでねえんだ。何か他に手がねえか考えてたとこでよ。親父の敵討つ足しになんなら何だって試してやる。だな。どちらまで行かれますか？それでは出発いたします。よう来たな、お前ら。待っとったわ。お久しぶりで。松金の組長さんは気の毒やったな。ええ。組長さんに献杯や。梶浦会長、もうアドデック9の話はあらかた。ああ、この服部さんから聞いた。3年前の人体実験から味噌ついとったっちゅうことやろ。あんたらよう、そんなんつかんだ。大したもんや。大久保新平のことも聞いたわ。あんたが話した殺人鬼、ほんまは恋人やっとらんかったんやて。ええ、正野というアドデック9の開発者が寺沢恵美を。それはどうでしょう。まだはっきりした証拠はないんですよね。あったら今頃あんたに土下座させてるよ。わしの前で喧嘩すな。年寄りを困らせる機会な。しかしおじいさん、わざわざ俺ら呼びつけなくても大体の話はもう分かってんだろ。本当は何の用なんだ。見た目より鋭いな。実は困っとるんや。何が？協力会の小場会長からせっつかれとる。モグラを始末せえ言うてな。塩屋は協力会の後目やった。それが目えぐられて殺されたんや。無理ないわ。それであんたらでモグラを始末できんか。黒岩っちゅうデカなんやろ。アホか。殺し屋じゃねえぞ俺らは。あんたらどうでよ、見込んでのこと。どうや、金ならうんと弾むで。まあ他に用がなければこれで。ああ、分かった分かった。冗談やって。まあ協力会にせっつかれとるのはほんまやけど。半分は本気だったわけですか。あんたらを呼んだほんまの目的はな、はしきの代わりに礼を言うためや。ん？アホが酔っ払うて喧嘩で死んだなんざ言われて、あいつもさぞ無念やったやろ。しゃけどその嘘をあんた見抜いてくれたんや。あとは証拠を見つけてアドデックナイン潰したらあいつも報われるっちゅうもんや。ついでにあんたの1000億も回収できる。そっちが本音でしょ。興味ないですけど。
八神さんはこの先どう動くおつもりですか。もうすぐ綾部の裁判が始まるだろう。俺たちはその場を借りて真犯人の犯行を立証する。それは同時にアドデック9の真相を暴くことでもある。ほう。そうなれば大久保の死刑も認められる。なるほど。でもまだそこまでの証拠はないと。違いますか。違わないよ。羽村にも消えられたままだし。ほなどないするんや。黒岩を追うつもりです。尻尾をつかむまで張り付いて。ほんで奴がボロ出すまで待つんか。そんな生優しい相手やないやろ。分かってます。時間はかかるでしょうが、やるしかない。そない悠長なこと言うてられんぞ。どういう意味ですか。大久保新平はもうすぐ死刑執行になる。え。わしもつてを使うて調べさせた。実はな、次に処刑される死刑囚が誰かいう極秘の候補者リストがあるんや。そこに大久保が入っとったらしい。あとは法務大臣がサインしたらそれまでや。なんでそんな。どっからか大久保をリストに入れるように圧力がかかっとったらしいな。くそ。じゃあ早く何とかしないと。取り返しが。こんな時もし私なら、黒岩よりもっと切り崩しやすい相手を選びますね。切り崩しやすい相手？これを見てください。以前ボツになった私の記事です。これ全部木戸のことか。この人の女好きは有名でしてね。アドデック9の発表からはタガが外れたと言いますか。肩書きを外せばどこに出しても恥ずかしい俗物です。的は黒岩ではなく彼にすべきでは。センターに会いに行っても俺らじゃ門前払いにされるよ。八神さんがご自分で近づこうとするからですよ。守りの堅い獲物はまず巣からおびき出しませんと。どうやって。美味しそうな餌をちらつかせるんですよ。木戸にとってそれは女です。それもとびっきりの美女。美女。妙なやつからヒントを出されたな。ああ、でも確かに軌道を絞れば何か出てくる可能性はある。アドデック9の裏を暴くような物証が。まずはセンターから軌道を引きずり出さねえとな。色仕掛けでカムロ町に誘い出す。ハニートラップか。となると、沙織さんには明日俺が頼みに行く。なら今夜はここまでか。分かった。じゃあな。